前ら、俺様だ、今日も最後ボーボー思われますね。そう、今日はね、2019年12月20日で今文治さんの86に乗ってるんですけど、今シガーソケット今抜いてました。でまた入れました。押しました。押しましたの対義語は召しましたではなくて引きましたですね。お前らバカだから少しこれで一つね学習しましたね。あ、中が地盤ヤン色ですね。ちょっと無視ちゃった。もうだ、もう一回やんないと、これすぐやんないと。そういうのもう出ましたよ、もう出ました。お前のやつはね、お前に出す赤い地盤ヤン色はね、あれ何これ。5秒ぐらいだったね。1、2、3、4、5。壊れたもしかしてこれ。まさかのこれあれじゃないですか、どこでも根性液機じゃないですか。まだこっちはでも多分 大やけどすると思う、一瞬だけど。それでジバニャンの腹巻きボーボー焼きたいですね。これ車乗ってて助手席に乗ってる人が何か一緒なこと言ったら、さらっとこれプシュッと押してポンできちゃった。多分それさ、多分 YouTube 的になんかてか、まず炎上した後なんかアカウントがバンになって終わっちゃうんだけど。だから助手席に乗ってた人の膝も炎上してチャンネルも炎上するっていう。ダブルボーボーで、あと車燃えてたりしたら、あ、トリプルボーボーじゃないですか。どっかの道の中で燃えてる。けど この前リアル炎上した人いましたよ。何 YouTuber で車が、あの赤の他人の上に火つけて、うん、そこ丸焼きになって逮捕された YouTuber がいる。それは放火じゃん。で本当に家、その家炎上させたんですよ。うわやばい。そう、お前らもねボーボーするのはジバニャンの腹巻きだけにしましょう。はい、なんか YouTube に放火してみたって言って、じゃ動画出したらしいんですよ。 YouTube に放火してみたって言って、その動画を出して49歳の無職が捕まったんですよ。俺もうすぐ適齢期だ。お前らも気をつけましょう。それではさようなら。ボーボー千葉にあの腹巻きも、ボーボー家もボーボー。